新視点ニュースへようこそ「ごめんなさい中国は先進国という名の帽子はかぶれません」という話題が瞬時にウェイボの検索上位に上がり多くのネットユーザーは当局を揶揄する機会として利用した中共が中国を発展させるかどうか経済的影響力から見ると他の国々もそうは思わないようです 事件は5月12日に発生しましまた中共外交部のスポークスマンである王文輝が定例記者会見を主催しアメリカが中国を発展途上国として認めない法案を通過させたことについて中国は先進国という名の帽子をかぶれないと主張しました同時に王文輝は中国が永遠に発展途上国であると断言しました王文輝の発言は 中国のネット上のコメントで爆発的に広がりました。中共外交部の公式サイトによると、王文賓は中国は発展途上国ではない法案に対応して、中国は発展途上国であるとの理由を次のように列挙しました。2022年、中国の一人当たりの GDP ・国内総生産は1万2741ドル、約176万円で、 先進国の5分の1であり、アメリカの6分の1に相当する。また、2021年には、中国の一人当たりの国民総所得は世界第68位、包括的な経済社会指標である人間開発指数は世界第79位であり、主要な発展途上国と同等のランキングであった。さらに、王文輝は習近平の言葉を引用して、 中国は永遠に発展途上国の一員であると主張しました。「ごめんなさい、中国は先進国という名の帽子をかぶれません」の話題が瞬時に Weibo のホットサーチに上がり、ネットユーザーが熱烈に議論しました。あるネットユーザーは、私たちが裕福じゃないって我が国は金メダル獲得数を増やすために、何億元もかけて、大勢の外国人選手を聞かさせている。 お金を貸しても帰っては来ないだろうがアフリカや南米の兄弟たちが助けてほしいといえば援助する借金を返さなくてもいいとまで言いこれはもはや人類愛である莫大なお金を使って1000年の体系といわれる未来都市をションアンシンクに建設するなどこれらは全て豊かさの表れであり贅沢な生活ができることの証明だ私たちは常にトップと比較しており これらはすべて私たちが発展した証拠だ。私は我が祖国を誇りに思う。と嘲笑しています。別のネットユーザーたちは皮肉を込めてこう言いました。すごいぞ、私の国という中共の自画自賛映画を見てから、私は本当に我が国は先進国だと思っていた。しかし去年、月収宣言、約2万円以下の人が6億人もいると聞かされ、私は沈黙してしまった。 税金や社会保障料の支払いは超先進国だが農民の年金は極貧国である確かに帽子はかぶれません一般的な庶民の月収が23,000元約45万円しかないことは言うまでもなく改革開放40年で確かに発展してきたが欧米との差はまだ大きい一部の専門家たちが言うようにすでにイギリスを超えてアメリカを追い越したわけではない さらに悲観的なネットユーザーザは指摘しましまた一部の一級都市以外は本当に豊かな地域などないこれは経済だけでなく教育や福祉の面でもそうだ厳しいゼロコロナ政策を3年間も経て中共当局はついに封鎖を解除し経済の回復を試みましたが前途はますます暗く失業者が急増しました人々は気づきました 習近平が2021年に中国が完全に貧困から脱却したと宣言してから人間の奇跡と呼ばれるようになり大陸のネットワークから政府まで貧しい人々や貧困に関する情報に敏感になりました。3月14日宗教サイバーセキュリティと情報化指導事務局は悲劇を演出して対立を煽り党や政府のイメージを損ない 経済社会の発展を妨げる動画や記事を投稿するセルフメディアを取り締まると発表しましたこれにより老人障害者子供たちの悲劇的な動画の配信を禁止することになりますあるセルフメディアは1ヶ月前に撮影した映像である高齢女性が毎月100元約2000円の生活費だけでどのように生活しているのかその様子を映し出しました 社会の注目を集めた後その動画は中国最大の2つのユーザー生成ビデオプラットフォームから削除されこのセルフメディアのアカウントは封鎖されました一方習近平当局は近年西洋は没落し中国が発展するという東が上り西が下りるや100年大編曲という基本方針を打ち出しています中共の公式宣伝部は映画「すごいぞ」 私の国を強く吹い聴し、古釈臣、張悲などの左派文人がこの分野の太鼓持ちとなりました。アメリカ会員は3月27日、賛成415票、反対0票の投票結果で、中国を発展途上国家として認めない法案を可決しました。この法案は、アメリカ国務省に対し、国際機関に影響を与え、中国を高所得、 中高所得または先進国に分類し中国が各国際機関で発展途上国として享受する特別待遇を中止するよう求めています法案の提出者の一人であるアメリカ下院外交委員会アジア太平洋省委員会の委員長ヤング・キム氏は中国はアメリカに次いで世界第二位の経済大国であり世界経済の18.6%を占めている アメリカが先進国と見なされているので、中国もそうすべきだと述べました。彼女はまた、中共が発展途上国の地位を利用して国際的にシステムを操作し、本当に助けが必要な国々が資源を得る機会を奪っていると批判しました。元首都師範大学教授の李玄華氏は3月31日、大紀元のインタビューに応じ、アメリカがこの法案を通過させることで、 宗教はもはや発展途上国として国際機関を欺き一部の融資や援助をだまし取ることができなくなると述べました。李玄華氏はまた宗教は常に欺瞞的な手段を使用しており利益誘導や耳障りのいい約束を含みます。各国が宗教の本質を認識しその嘘に惑わされなくなれば宗教の生存はますます難しくなり